パープルスタジオということで、どうも ST スタジオののりです。よろしくお願いします。前回やりましたマイライフ、本田五郎がもし右利きだったらどんな活躍するのかという、検証でしたが、今日は、続きですね。前回の続きで開幕一軍デビューを目指して頑張っていきます。まあね、ちょっと、初めてやるので、すごいよくわからないところがいっぱいあるので、なんかここ違うよとか、ここをもっとこうした方がいいよっていうのはね、コメントでお願いします。助けてください、僕のことを。さあ、一軍デビューへの試合ですね、やっていきましょう。さあ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 、なんかバッターでの機会がないんでね、とりあえずピッチャーで、頑張っていくって感じですね。なんかバッティングもしたいけどな。お待たせ、各選手の挑戦。さあ、そんなこんなで1回の裏、これからバファローズの攻撃に入ります。このトップバッターは岩崎、投げました、外れた、ボール。普通に投げました、活躍してくれればですね。カウンター2ボール。一軍デビューが投げました、待っている。決まった、ストライク。第4球、ちょっとこの前の、コメントでもあったんですけど、投げました、ボール。高めの、ボール球が結構有効だっていうことが書いてあったんで、ちょっと投げました、そこも試しつつね、やっていこうかなと思います。第6球をここら辺で釣っていこうかな。投げた、流し打ち、どうだ、山下下がっていった、ファー。まあ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 、第7球はこのストレートがあれば、流し打ち、おっと打たれたぞ、やばい。ヒットになります。初ヒット許した。バッティングを見せました。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。投げた、初球から送ってきました。これはちょっと怖い。転がした、アウト。ランナー2塁に進みました。ベイスターズ先制のピンチを迎えます。アウトローへストライク。お前には打たせないぞ宮崎。サークルチェンジはボール、これはわずかに外れています。えい、カウントワンボールワンストライク。いいですね。で、なんかこれも書いてあったんですけど、次は4球目、外のカーブ、ボール。これ結構したボール球、ボール球になるといいっていうボールが書いてあったんですが、ここもヒット。あららら、あららららら、宮崎ナイス、打たれてるぞ本田五郎。ベイスターズなおもピンチが続きます。これはちょっとやばいな。投げた、ボール。今日前回の方でフォーク使ってないですからね。直球ストライク、タイミング合いません。そこも交えつつ使っていかないと、これはまずそうだぞ。これで高めに釣っていく。高め、よし、ナイス、最後は素晴らしい。第9、いいですね。低め外角ストライク。このね、カーブも結構使えるね。第2球投げました、ストレート決まってストライク。さあ、ここで同期は3球目、殿下のフォーク、完全に外れたボール。殿下のフォーク、これは完全なボール球。殿下のフォーク、フォーク、三振、ナイス、三振、リーシャー連続三振。まあ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 、今回はこんなもんでしょう。2回の裏、これからバフローズの攻撃に入ります。まだまだテンポよくやっていきましょう。先頭バッターは DH の伏見、初球を打った、フラフラっと上がった。おっと、誰も行かないぞ、大丈夫か。取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。これ一応多分バッターは7番島田、守備はオートなんでしょうね。ストライク、タイミング合いません。そこの設定もちょっとあんまり結構曖昧なんで。打った、痛烈な当たり、これは正面、掴みました。これでちょっとね、なんかこの前に比べて第9やたらヒット性多いな。初球カーブは空振り、怖いな。バットが空を切りました。2軍デビューになっちゃう。投げました、直球見送ってストライク、簡単に2ストライク取り込んだ。ここはフォーク生かしていただきます。投げました、アウトロー、よし、空振り三振。126キロのフォーク、素晴らしい打球。これも出番終わったかな。引き分け、いやでもね、ちょっとヒット打たれたな、ちょっとそれが悔やまれますね。さあ、試合が終わりました。バッチリ仕上げてきてる。お、一軍上がれるって、頑張っていきましょう。ちょっと二軍のね、監督にコビ打っていこう、コビ。いや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 、やっぱ一軍デビューしたいね。あ、やばい、総合練習しちゃったミスった。さあ、試合、これなんか今自分のデータというか、ここで見るんだろう、ミッションリスト。あ、失敗したんだ、もうこれ。あー、なるほど、オープン戦中に登板した全試合で被安打なし、無失点に抑えるっていうやつがもう失敗なんだ。だからもう一軍デビューできないんだ、終わった
終わったんですけど完全に。何この最後の試合のやる気のなさ。しょうがねえ、俺を一軍に上げなかったことを後悔させてやる。行くぜ。あと1試合だったんだ。てかさっきのでヒット打たれたのがダメだったんだよ。ふざけんなよ。1回の裏1点を追いかけます。スワローズの攻撃、先頭バッターがいい。厳しすぎね。あーこれもヒット、もう完全に2軍完全に2軍最悪やん。3本目やんヒット。ベイスターズ同点のピンチを迎えます。第9球投げました。初球に送ってストライク。第2球投げた。お前は許さねえ。ショーフライになった。何もしてないけど。第3球を投げた。外れた。ボール。カウント1ボール2ストライク。全力ストレートして打ちました。センター前進、取りました。はい、ナイス。3塁はこれでワンアウト。あーマジか、ミッションリストを見てなかったな。第9ストレート見送ってストライク。なんかあるなっていうのは感じてて、打ちました。見てみたらこれですよ。サード投げれるよそれ。ベイスターズサード投げたよ今。バッターは4番雄平。ベイスターズ一打同点のピンチを迎えています。なるほどね。投げた、見送ってストライク。だいぶ厳しいな。ボール、ヒットなしで。カウント1ボール2ストライク。外角低め。こんだけ一軍の世界って厳しいですね。ベイスターズ2回の裏1点を追いかけます。スワローズの攻撃。まあ、トップバッターは畠山。そんなね1年目から順調にいっちゃ面白くないんですよこのマイライフ。投げた、カーブ見送ってストライク。やっぱり見てるねリスナーさんと共にね、この成長を見ていく。投げました、膝元へズバッと決まって、見逃し三振。本田見事なピッチングです。2軍からの巻き返し見といてくださいよ。投げました、初球空振り、少し迷ったか。さあ次の投球。そう投げました、見送ってストライク。あと引きずるぞこれ。第3球をさあ高めでスル打ちました。ライト前進、掴みました。いやこんないいピッチャーをね一軍で使わないこのベイスターズどうなんだ。見送ってストライク。第2球、おいおい投げました、見送ってストライク。第3球、ベイスターズは結構好きですけどね。投げた、見送ってボール、大きく外れました。カウント1ボール2ストライク。投げた、甘く見てやる。アウトコース低め、三振。最後は切れる。すげえ取られた点。ベイスターズ敗れました。さあさあさあ、今日の先発は登板、2回無失点の投球結果だった。バッチリ仕上げてきてるな、プロにも通用するんじゃないかつってるけども、これは上がれないですね。お、本田2軍スタートかい。おい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 、こんな無失点の好投してるやつを1軍デビューさせないのか。はい、ということで、ゲームチャンネルどうだったでしょうか。なんと1軍デビューはできませんでした。悔しい。くそ、いやー厳しすぎませんか。パワプロさんちょっと厳しすぎますわ。さすがにね、被安打ゼロで無失点はちょっと無理がありますよね。いくらあのゴロでさえそれはちょっと無理ですわ。いやまあでもね、あんまりそんなね完璧な道をね歩んでほしくない俺はゴロに。でしょう皆さん、見ている皆さんと一緒に成長できるのがこのマイライフのいいところです。なのでこっからですよ、一軍デビューを目指して、そっからスター街道を歩んでベイスターズをね優勝に導くぐらいの男になると僕は確信してるので、皆さんもこっからこのゴロの1球そして1打それを見逃さないようにお願いします。ということでチャンネル登録高評価をよろしくお願いします。そして、Twitter もやってますのでフォローの方よろしくお願いします。ということでですね、まだまだこれから熱い戦いが待っているので皆さん待っててください。まだまだ僕は成長し続けます。そしてゴローも成長し続けます。よろしくお願いします。絶対に一番上がってやるからな、待っときゃー。